タイムリープ。あ、この君の能力について僕なりの見解がある。つまり12年前の同じ日に戻ることができる。それが君の持つ能力だと思われます。眠い。それ重要です。行き過ぎです。そう、それ、そのあたりも覚えて、東京卍會についてできるだけ頭に詰め込んでもらいます。直人はぶっ飛んでいる。5日前の7月1日、橘日向は犯罪組織。そのレポートには報道されていない東京卍會の行状の一端が記されています。遺体の眼下にくり抜かれた眼球の代わりに捜査員の死は伏せられています。それ以前から東京卍會は木崎哲太の支配下にあり、でもこれ橘を救うために必要なの。また過去に戻れるかどうかも。姉の死んだ日に戻り、すぐにタイムリープして12年前の中学時代に戻り、ある人と会ってください。佐野と木崎、この二人が出会わなければ今の東京卍會は存在しなかった。わ、分かったけど、どうやってもう一度過去に。握手か。あの時僕は君に助けられた。そうか、ぶっ飛んだやつだと思ったけど、直人は俺がタイムリープできると信じているからここまで本気なんだ。二人は12年前の8月に出会っています。どちらか一方と接触し行動を共にして、君にしか姉は救えない。あれ、直人は？グズグズしてんじゃねえよ、ダム！何この状況！ちょっと待て！おい、花垣起きたぞ。そっか、さっきのは金をかけた喧嘩。思い出してきた。こいつらはその胴元だった。こいつらの言いなり。なんだこの神。俺の殴るとこ残せよ、レッド。知らねえ奴と無理やり喧嘩させられて、だから逃げた。立花。なんだよ、しぶてえな。まだ起きてたの。俺、トップの佐野って人か、木崎って人に会いたいんすけど。あ、無理ならいいんすけど。バット持ってこい。ピオマさん、やべえって死んじまうよ。ほら起きろ、穴垣。なんだよこいつ、会話になってねえじゃん。無理さん、会えねえじゃん。東京卍會のトップと接触。無理だ、無理だよ、ナオト。どうやったら帰れるんだ。ナオトに会えば、ナオトと握手さえすれば未来に帰れる。君にしか姉は救えない。長木くん、立花、なんでまた喧嘩したの。ごめん。男の子ってなんで喧嘩ばっかりするの。そしたらね、へい、花垣くんのことひなが守ってあげるの。そしたらさ、俺もひなのこと守る。その呼び方の方がいい。忘れろよ。やだ、忘れない。バイバイ、また明日ね。うん。12年後俺がヒナを救う義理はない。花垣くんのこと守ってあげるの。あいつは死んじゃダメだ。ちょっといいか、
またやるってよ、喧嘩賭博。山本拓也、こいつ体弱くて、確かあの日死にかけたんだ。自分が変わるって言ったのか。あいつら人の話なんか聞かねえだろ。ありがとう、あっくん。何もやれてねえよ。お前の仇取ってくれ。頑張れよ拓也。手洗え山岸。ああダセーと思ってたけど、やっぱかっけえやつらだ。よし行こうぜ。おう、気張りすぎるとヘーテルぞ。お前だけだよ。おい、お集まりの皆さん、本日の対戦カードはメールで送った通り、実は4対6で小島やや有利。気合い入れろ山田。ふん。あーしかい、3枚に許してやんよ。始めろ。ちょっと待った。いやー、毎回毎回似たような試合じゃつまんなくないっすか。立ち向かわないと。例えばさ、逃げちゃダメだ。キング対奴隷。おいやばいやつ来た。何言っちゃってんのあいつ。タイマン買ってくれよ。